需要と供給すなわち、需要及び供給の定義から説明すると、需要とは、個人や企業などの経済主体が、市場において、交換、販売を目的として提供されている財やサービスを購入しようとする行為であり、供給とは、経済主体が市場で交換、販売を目的とし事故の所有物を提供する行為である。需要と供給は合わせて短縮して、受給とも呼ばれる。 特に貨幣などの購買力に裏付けされた需要を有効需要という。貨幣経済では需要量は提供される材、サービスの価格、購入しようとする経済主体の欲望の度合いや所得の程度によって決定されてくる。一般には価格が上昇すると需要は減少する傾向がある。わかりやすく説明すると価格が上昇すると経済主体の側の 買う気が失せ、買おうとする行動が減る傾向がある、ということである。一般的な交換経済の場合は、取引相手側が代価として提供するものが高い、公用を持つときには、供給する、側の供給しようとする意志は強くなり、結果として、供給量は多くなる。わかりやすく説明すると、買い手側が高い値段で買うとわかっていると、売り手側は、 より多くの在価を得られるという期待が膨らみ、より多くの在価が得られるならば、より多くの苦労をすることも、それだけの在価が得られるならば、その苦労も、もっと我慢できるや、苦労もより大きくなるが、それ相応に得られるものがあるなどとと考える傾向があり、結果として、供給への意志が強くなり、結果として供給者側の供給のための活動量が増え、 実際に供給量が増える傾向があるということである。競争市場では市場価格は絶対的なものではなく市場価格や取引数量は需要量の大きさと供給量の大きさの相対的関係に応じて変動し、そして決まる。以下で示す需要供給分析はある際サービスの市場に注目した分析となるため部分均衡分析と呼ばれる。 需要曲線と供給曲線需要曲線と供給曲線を用いた分析では、マーシャル以来の伝統により価格を縦軸にとる。価格と数量の関係は曲線によって図示される。数量の変化率と価格の変化率の比は価格弾力性と言われる。この弾力性が大きいほど価格の変化に対する数量の変化は大きくなる。なお、 日本の需要曲線が交わっているような場合、その交点では、より傾きの緩やかな曲線の方が、価格弾力性は大きい。また、同じ価格に対応する数量が変化したとき、曲線そのものが移動する。より多くの数量が対応するように変化した場合、曲線は右方に移動する。需要とは、財に対する購買力の裏付けのある欲望。消費者側の 買いたいという意欲。価格と需要量の関係を図示したのが需要曲線で一般に右下がりの曲線である。これは価格が上がるほど需要量が減少することによる。これに対し同じ価格に対応する需要量が増大して需要曲線そのものが右方に移動することは需要の増大と言われる。人々が物の価格が下がれば そのものの需要を増やすという命題のことを需要法則という。なお、国内における需要を内需、その国以外からの需要を外需と呼ぶことがある。供給とは、財やサービスを提供しようとする経済活動。生産者側の売りたいという意欲。価格と供給量の関係を図示したのが供給曲線で、一般に右上がりの曲線である。これは価格が上がるほど、 供給量が増大することによる。これに対し、同じ価格に対応する供給量が増大して、供給曲線そのものが右方に移動することは、供給の増大と言われる。需要曲線と供給曲線の交点で決まる状態を、競争均衡と呼ぶ。この時、需要量と供給量は一致し、一義的に価格が定まる。この時の価格を均衡価格、取引量を、 均衡取引量と呼ぶ。需要曲線と供給曲線の交点で決まる価格が安定的であるということは、価格や数量が偶発的に均衡点を逸脱しても、市場メカニズムの力学により均衡点に自動的に引き戻されるということである。このような均衡を安定的均衡という。逆に不安定であるという場合は、均衡点を逸脱したとき、 価格と数量が均衡点から離れていってしまうメカニズムが働くことであり、このような均衡を不安定的均衡という。政府などが上限価格や下限価格を設定することを価格統制プライスコントロールという。例えば家賃統制などで上限価格が設定されている場合、価格の上昇による供給量の増加と需要量の減少を通じた。 超過需要の解消が妨げられる。その結果、売り手による買い手に対する割り当てが発生することになる。これに対し最低賃金などで加減価格が設定されている場合には、価格の下落による供給量の減少と需要量の増加を通じた超過供給の解消が妨げられる。その結果、売れ残りが発生することになる。また、 最低賃金を設定することはの生活の質の改善に貢献するものであるが一方でもしも労働市場で労働が供給過剰になった時は雇用者側は賃金を下げることができないので失業を生む原因ともなる経済学者のスティーブン・ランズバーグは原油価格が法律によって管理されれば末端のガソリン価格は下がるどころか上がる小売価格が 間接的に管理されれば、生成業者が供給するガソリンの量は減るため、消費者が買うガソリン価格は上がるのは当然であると指摘している。受給の調整にあたって価格が変化しないことを価格の硬直性プライス理事的という。例えば実際の価格が均衡価格を上回っているものとする。この時に価格の硬直性があり、価格が下落しない場合、超過供給の解消は 需要曲線そのものの右方シフトによることになる。経済学者のクヌート・ビクセルは、名目価格の変動が相対価格の変動とは根本的に異質な現象であることを発見した。ミクロ経済学における P とマクロ経済学における P は根本的に別の概念である。前者は個々の財の相対価格を表すものであるのに対し、 後者は個々の財の価格を全体として平均した集計量としての物価水準を表すものである。近代以前において供給という言葉は、漢語では苦語、愚号、愚級、和訓では、盾祭り物と呼ばれていた。供給という言葉は、もともとは、髄、等の律令用語で律令とともに、日本にもたらされた。現代経済学においては、 特定の物資を不特定多数に提供することを供給と呼ぶが、この場合には、食料及びそれに準じるものを特定の相手に提供することを指して供給と称した。すなわち、公的な目的を持った死者や、それに準じる死者、客人に対して通過する地域において、食料を提供し、付随して死者が必要とする物資なども合わせて供給した。また、 こうした死者や客人が目的地に到着した際に、現地の人たちが3夜連続で飲食や贈り物などを持って接待して、無事な到着を祝う3日クリアという行事も行われたが、その際に提供された飲食や贈り物及び接待、そのものを供給と呼んだ。なお、中世の荘園、公領においては、供給に必要な食料や妊婦は雑くじ及び夫役として、 現地の在地領主及び、名主役賞の負担とされていた。ありがとうございます。